愛くない。可愛くない。だが仕方ない。します。帰るかじゃあ、ゲーム画面を作っていくんだけど、はい、これどうしよっかな、ゲームシーン。俺やりやすいのに変えちゃおっかな。右上のさ、レイアウトっていうところあるじゃん。はい、ユニティの右上に、そう、そこレイアウト開いてもらって、ただね、2×3 ってのがあるの。はい、それ押してもらったら、両方見れるから楽なんで。あ俺はこれずっと使ってるので、ね、これで最初に教えてくださいまあ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 、ちょっとなんか両方のね画面でね、まあ慣れるって大事じゃないですか。あ、確かに最初はね、そう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 、で慣れてそうで、実はこういうのもあるんですよっていう方がやっぱこうほらありがたみ感じるでしょ。あ、確かに。なんて教えるのがうまいんだ自画自賛でいきます。じゃあ、はい、ゲーム画面作っていきますと、はい、で、あ、今再生されてるから再生ボタン押して一回止めましょう。はい、で、画面を固定したいので、今フリーアスペクトになってんの、はい、ゲームのところが分かるかな、はい、左下の方に。あー、そう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 、これがフリーアスペクトになってると画面がね、こうサイズがね、なんか固定になんないのね。わかる。めっちゃ細長かったりとか。あ、そう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 。16:9にならないので、このアスペクト16:9に固定してあげましょう。はい、するともうこのサイズで不動になるので、はい、でこれで固定したら、今自分がめっちゃ遠いじゃん。遠いですね。なのでカメラを動かして自分に近づけてあげましょう。で、X だから、これか。で、今回、横スクロールのマリオっぽいのを作りたいので、はい。まあ、横を向いてなきゃいけないよね。そうですね。ね。なので、自分のアバターをクリックしてもらって、あ、今ね、サンプルシーンってところにね、閉じちゃってるから三角で開いてもらって。あれ開かない。あ、開いた。で、自分のアバターを選択してもらって、このローテーションってところかな、右のローテーションうん、右側に今自分のアバターの情報が出たと思うんだけど、はい、まあ順番に説明すると、このトランスフォームっていうのが自分の座標のデータを持ってるのね、はい、まあポジション XYZ、 X が横だね、はい、X が横に動く、 Y が縦に動く、 Z が奥に動くみたいな感じだね。で、ローテーション XYZ も一緒で。はい。はい。で、その下のスケールっていうのが大きさだね。はい。これを、まあ、2とかにすると2倍の大きさになったりとかっていう感じね。ああ、うん、じゃあそれなんか横に伸ばせたりとかする？まあ、こういうことだよね。こういうことだよね。あ、なんか悪いことしてる、絶対。ああ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 。はいはいと。で、そしたら、Y の横スクロールだから、90かな。はい。Y を90って打ってあげると、あ、ローテーション。そこ。ローテーション。はい。うん。そこを90ってすると、横を向いたと思います。そう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 。はい。で、次にカメラが遠いので、近づけてあげましょう。はい、どのくらいの大きさだろう。でもあんまり近すぎてもゲームが見えないしな。まあ確かに難しい、スケール的に難しいな。マイナス5くらいにするか。とりあえず Z が今マイナス10になってるのね、マイナス5とかにしてあげましょうか。うん、じゃあちょっと近づいたと思うので、はい、とりあえず仮のマップ作るか。この真ん中のヒエラルキーのところ、自分のアバターの下くらいかな、自分の下のアバターぐらいのところで、アバター下で、右クリックしてもらって、はい。3D オブジェクト、キューブ。ってのを、はい、作ってみてください。
リディモジェクトキューブ、はい。ただね、何の変哲もない無機質な箱ができたと思います。で、かわいくない。かわいくない。だが仕方ない。で、まあこいつを仮のあの足場にします。はい。最初のね。はい、で、キューブのスケールを変えましょう。X が20くらいあればいいかな。20。うん。だ横に長くなるね。おー、床ができた。うん。まあ、仮の床ってことで。で、そうだね。まあ、最初走れればいいから、まあ、これでいいか。後で調整はしよう。で、自分のアバターが埋まっちゃってるんで、ちょっと上げてあげましょう。はい、Y を、0.5 かな。で、多分上がると思います。0.5。はい。お。うん、上がったね。わかりました。はい、じゃあ次に重力を作ります。はい、今この状態だと再生しても何も動かないのね。アバターがタッチモーションをするだけで、はい、なのでここに重力を与えてあげるんだけど、自分のアバターを選択して下の方に行ってもらうと、スクロールして情報をねずっと下に行くとアットコンポーネントっていうのがあるの。アットコンポーネント、一番下、一番下、うん、あ、それ、はい、それをクリックしてもらってで、真ん中あたりにフィジックスってのがあるかなの、ねちょっと下あたりにリジットボディっていうのがあると思う。すると、こいつに重力がつきました。うん。はい。これで一回再生ボタンを押してみてください。すると、重力がついたので、落ちます。はるかはるかで、今重力がついてるので、落ちていきます。はい。で、今それはなぜかっていうと、当たり判定がないからです。自分に。なので、当たり判定をつけてあげましょう。はい。さっきと同じように、アットコンポーネントを押してもらって、の、フィジックス。うん。の、カプセルコライダー。上の方。アバター近くで見てみるとわかると思うんだけど、下の方にね、緑枠で、なんかある。そう。出てるのよ。はい。で、当たり判定が埋まっちゃってるので、自分のアバターに合わせてあげたいんだけど、待って、分かった。俺もエノカあるかでやらないと分かりづらいってことが判明したので、俺もあるかの。カプセルの、そう、センターポジションの Y が 0.75、ハイが 1.5。で、おそらく。1.5 メートルってことですか？うん。もしかして。うん。だからだ。そう。152cmで作ってくださいって言いましたもん。作った作った。なのでこれでちょうどいいはずで、でラディウス半径が多分でかすぎるので、はい、0.2 とかにするとちょうどいいかな。たら体にちょうどいいくらいの半径になるかと。はいはい、いい感じ、いい感じ。じゃあこれでちょっと再生してみてください。お、落ちない、落ちない、落ちない。で、今これで地面との当たり判定はできたと思うんだけど、これ今リジットボディに一つ問題があって、その何かっていうと、まあ今アルカさんの真上に一つ大きなあの鉄球を用意しました。こう今から落とします。アルカさん転がっちゃうんですね、これ。なるほど。コロンって。それはダメだ。転がっちゃうんですよ。倒れちゃうのね。なので、はい、それを、固めてあげたいわけですよ、こちらは。なるほど。その、設定項目があって、リジットボディの、この下のね、インフォの上の方に、コンスタントレインという項目があるはずなんだよ。そうそうそう、そこ。はい、
ここにフリーズポジション、フリーズローテーションっていうのがあるのね。はい。これその名の通り、もうローテーション動きませんよとか、っていうのを固めてくれるのね。はい。で、もうローテーションは全部固めちゃいましょう。うん。すると、もう横に倒れたりとか、何かにぶつかって勝手に体が回るとか、っていうことはなくなる。なるほど。うん。で、ポジションに関しては、ジャンプしたりとか、自分で移動したりとかね。で、壁にぶつかったりとか、っていうのがあったりとか、まあ、障害物でこう押されたりとかっていうのもあるだろうから、ポジションはフリーの状態で。はい。で、すると、おそらく、アルカさんは、鉄球が降ってきても、動じない。動じない。強い女に育った。はい、まずじゃあこれでいいかな。じゃあ、はい、アルカさんを動かしていきましょう。おっ、ついについに動かすパートです。これっぽいの来た。来た。ゲーム開発っぽいの来ちゃう。